ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者を光り輝く高齢者にするための情報を配信しています。起爆剤情報を配信しているところであります。今日は2024年の2月の21日水曜日です。今日も高齢者必見、毎日必見とやっておりました。今日一日お気になってますが、高齢者必見シリーズを行っております。それの第3弾をいってみたいと思います。これは五木博之さんの本の中から、本を友とする生き方というね、中からお送りしたいと思います。今日は第3章、活字文化は消えてしまうのか、中の章項目であります。これは今日は第3章の最後となっておりますね。これが、そうですね。今までが第1章がごったに読書の勧め、第2章が古典の読み方、楽しみ方、そして第3章が活字文化は消えてしまうのかときましたが、そして活字文化が消えてしまうこの最後の小項目ですね。これが、就寝前の15分は活字を読まないと眠れないという五木博之さんの言葉でありますね。五木さん、思えば私自身、ものの考え方の形成はほとんどが耳学問によるものです。つまり話を聞くことで学んできました。多くの著作を成した方々と直接お会いして、そして一緒に旅をしたり、あるいは温泉に浸かりながらお話をしたりという機会に恵まれたことが、私にとっては最大の学歴なんです。さまざまな分野の学者の方や作家の方のお話を聞いてきたので、自分のことは耳学問の徒だというふうに思っているんです。そのことを恥ずかしいとは思わないし、むしろそれは私にとってとても大事なことだなというふうに思い出しますね。司会者、五木さんが若い頃にお書きになった本などを見ると、作家となって先輩の作家の皆さんと一緒に講演会などのために旅をなさる、お仕事で結構いろんな方とお話ししていらっしゃるようですね。五木さん、そうですね。特に学者の方たちと接触する機会が多かったです。作家同士の旅もありましたけれど、違う分野の方たちとの旅行や、あるいは講演会、あるいは喫茶店でのおしゃべりなど、いろいろな形で耳学問として学んできた。そういう意味での耳学問の師は数百人はくだらないでしょう。司会者、恩師が数百人以上。五木さん、その方々の肉声から学んだということは、私の人生において大きなことでした。そしてこれこそが考え方の正しい継承の仕方ではないかと密かに思っているところがあります。こんな風にしてラジオで喋っているでしょ。喋っているということも単に仕事だからということではなく、伝えたいことがあってのことです。今日は本を読むというのはどういうことなのかということをみんなに聞いてもらいたいし、それを伝えたいという気持ちがあって喋っているわけです。この瞬間、これを聞いていらっしゃる方との間に一方的ではあってもコミュニケーションが成立している。それを大事にしたいと思うものですから、かれこれもう半世紀以上ラジオの仕事を続けているのです。司会者、ラジオはそれこそ音声ですから、音楽とお話の2つがベースだと思います。が、私たちの頃は受験生世代、若者が深夜放送を夢中になって聞いていました。それが少し落ち着いてきたら、このラジオ深夜便がスタートして、今度はラジオが中高年世代に愛されるようになりました。これも面白い現象ですね。はあ、これは面白いですね。はあ、私もラジオ深夜便は高齢者になってから確かに聞いてますね。五木さん、
そうですね。今このラジオ深夜便で喋ったことをまとめて本、人生のレシピシリーズ、にしていますけれども、改めて活字で読み返す人たちもいてくれるんだなぁと思って心強い感じがしています。司会者、五木さんにとって読書というのはどういう意味があるのでしょうか。五木さん、生まれついてスポーツが大好きで体を動かしていなければ気が済まないという人もいるでしょう。私の場合はちょっとした空き時間にはすぐ手元にある本を自由気ままにめくっています。就寝前の15分は活字を読まないと眠れないんです。活字を読むのが睡眠薬代わりで一種の活字病かもしれません、ね、それはそれでその人の持ち味ですから。司会者、そのあたりのことについてはまたゆっくりとお話をお聞きしたいですね。今度は書き手としての五木さんについてお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。五木さん、ありがとうございました。というんで、第3章はこれで、完結ということになりました。次は第4章、作家として書くということというのをね、次はお送りしたいと思っております。そうですね、今回は活字文化は消えてしまうのかという第3章をいきました。あくまで活字は語りの代用品ですとかね、耳から肉声でもって伝わってくるのが本来のあり方だなと思っていました。活字でなければ表現できない世界を探すことも一つのチャレンジでしょう。そして今日が就寝前の15分は活字を読まないと眠れないというんで、第3章が終わっていきました。いかがでしたか。なかなか第3章も高齢者が高齢者になるですね、ヒントがいろいろあったように思います。そして、読書をしようとね、思っていただける方がもし増えたのなら、これは良かったのかなと思っております。そうですね、久しぶりチャンネル登録のお願いのが出ましたね。みやちゃん、今日も頑張っていきたいと思います。みやちゃんチャンネルの登録もよろしくお願いしたいと思います。ごきげんよう。